今日は2014年の3月17日ですね。スピーカーのバッテリーが上がっちゃってマイクなしで音が入るかどうか、まあ、やってみましょう。朝日新聞の一面には横田夫妻が北朝鮮の孫と面会したということで、モンゴルであったらしいですね。もうこのめぐみさんの娘だから孫なんですけども、キム・ウンギョンさん、前キム・ヘギョンさんって言ってたけども、もう26になっててどうもひ孫もいるらしいということでね。この北朝鮮の問題というのはまさにその独裁体制が、まあ、とんでもない非人道的なことをやる、まあ、けしからん話であります。しかしですね、この朝鮮人が嫌いだ、北朝鮮が嫌いだと言っている人たち、まあ、こういう人たちというのもね、私は同じ体制だと思うんだよね。差別や人権侵害に鈍感で無頓着な人たちというのは、まさにこの日本国内において北朝鮮のような体制を作ろうとする、まあ、沖電機の中の人権侵害、まさに全体主義的な体制というのが出来上がって、そこで、多くの人たちが強い者の言いなりになって、人権侵害を行っていったわけですよ。これはまさにこの北朝鮮の体質そのものである、そう言わざるを得ない。まあ、今の安倍政権も軍国主義的な色彩というのを受けてきてますけれども、こういうものを放置して結局恐怖政治、まあ、その発端というのは情報を公開しないということですよね。今そういう方向にだんだん進んでいっている。力を持った者が情報を独占して、情報をコントロールして人々のものの考え方をコントロールして、まあ、そういうものを許していけば日本も北朝鮮のようになりかねない、まあ、その傾向というものが今見られるんではないか、そういうふうに思います。今日は誰もいない海、トワエモヤですね。これは有名な歌で1970年の歌ですね。これは私も歌った経験があります。うまくいくかどうかやってみたいと思います。おはよう。
ということで今日はこれぐらいにしておきます。